うもこんにちは、こんばんは、お久しぶりです。ケンディです。皆さん新年明けましておめでとうございます。今回はスペシャルゲストとして友達が今実際僕の家に来てるので紹介したいと思います。黄昏さんです。イエーイ。どうもどうもどうも、はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、黄昏です。明けましておめでとうございます。お願いします。お久しぶりです。久しぶりですね。久しぶりやね。久しぶりです。久しぶりやね。本当に久しぶりで、この動画を、まあ、出そうと思ったきっかけは、まあ、友達と久しぶりに再会したっていうことで、それを残したいっていうのもあったんですよ。なので今から動画を撮りたいと思います。撮ってるけどね、もうね。撮ってますね。撮ってますね。オッケーオッケーオッケー。ではで今回の企画はドルルルドそんなすんの Q&A をやりたいと思います。おイエーイ、Q&A、よいしょ。簡単に言うとお互いの自己紹介をしていくみたいな、まあ、質問形式でね、質問形式でやっていくっていう、ね、ああ、OKOK、 ここです。はい、ではやっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあどっちからいきますか。どっちからいきますか。俺から。はい、俺からいきます。じゃあまずそのまず気になってる人も多いと思うんですけど、はい、その2人のそのどこで出会ったかみたいな、一番最初の出会い、どこで友達になったかっていうのは覚えてますか。俺一応覚えてるんだけど、まあまあ覚えてますね。覚えちゃおう、ね、けど具体的にはどうやろうな。小学校の時の記憶はちょっと微妙ですね。僕は微妙。ああ、俺一応覚えてるのよ。そのまあそのどういう出会いかっていうと、その僕がその教室で他の友達と喋ってる時に、はい、2人で喋ってる時にその時ドラゴンクエストの話をしてたんですよ、うん、そしたらそこに「えドラゴンクエスト知ってんだ!」みたいなめっちゃ大きい声でこっちに走ってきて会話に入ってきたのがそのケンティだったんですよ。でそっからそのドラゴンクエストのことで話がめっちゃ一致して盛り上がって。そっから友達になった。思い出した、思い出した、思い出しました、思い出しました。今日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 でそっから友達になってたよね。はい、そうで、うん、で学校帰りに結構仲良かったんで、うん、太鼓たちとかゲームセンター行って太鼓たちのずっとやってました。そう、本当にやってました。ハマってたね。ハマってたね。ハマってた。もう本当にずっと、もう学校終わってたら絶対ゲームセンター、うん、もう申し訳ないけど、言っちゃ悪いけどゲーセンに行ってた。もう本当にゲーセンに行ってた。ずっと太鼓の達人。太鼓の達人やってた。してた。それをやるのがすんげえお互い楽しかった。そう、そう楽しかった。楽しかった。うん。めっちゃ楽しかった。で、皆さんも多分気になると思うんですけど、まあ小学校と中学校は一緒なんですけど、高校は別々なんですけど、うん、どのようにね、このように再会したのかっていうのは、すんげえ出会いだったんですよね。ああ、すんげえ出会いだったんですよ。別に普通単純な出会いだった。単純な出会いだったんですけど。そう。で、ど忘れしたな。ダメじゃん。違う、そこ名前をど忘れした。名前何の。黄昏さんだ。黄昏さんだ。お前ふざけんなよ、ほんと。黄昏さん忘れるなよ。黄昏さんの、ああ、まあ、自分は、まあ、高校の時に、うん、まあ、バドミントンに入ってたんですよ、うん、で、黄昏さんはもともとバドミントンやってて、うん、で、それでたまたま中学から高校の隣の高校なんですけど、そこで試合があったんですよ。それでたまたま審判をやってたのが黄昏さんだったっていう、うん、それが初めて出会った、初めてではないですけど、それで再会したきっかけですね、うん、本当にお互いびっくりしました、ね、うん、びっくりしたね。マジでびっくりしました。その時ね、俺本当僕から LINE 交換して、ね、今に至るみたいな感じです。本当すごい奇跡な出会いだった、うん、そうすんごい出会いで、ね、うん、これからもねもっと仲良くして、もっと楽しくしていきたいなと思います。じゃあ次の、はい、次ケンティが質問やね、はい、どうぞ。はい、黄昏さんの趣味を教えてもらってもよろしいですか。趣味、はい、わかりました。で、趣味は、さっきケンティさんも言った通りに、僕その中学校から、そのバドミントンやってて、その小学校の時は本当になんだろうな、その本当に遊ばなくて外にも出ないような子だったんですよ。その
小学校の時にみんなで遊ぶ日とかあったんですけど、それも途中で抜け出して教室にいて、もうずっと外にいないような感じだったんですけど、中学校に上がって親がそのなんか運動しなさいってうるさかったから、そのバドミントンをやり始めて、そこから本当にハマってのめり込んで、もう高校でも続けて、そうだからもう続けてめっちゃ今本当に今でももう本当卒業はもう近いんですけど、今でも本当続けてて、めっちゃ楽しいんですよ。だからその趣味と特技何かって言われたら、もうすぐバドミントンって答えたいかな。うん、本当にすごいっすね。うん、すごいっす。じゃあ次の質問やね、はい、次の質問はその俺か、はい、俺やね。じゃあそのなんだろうな、やっぱアイドル好きっていうのは、はい、その中学校から知ってて、はい、その中学校 AKB とか流行ってたから、はい、流行ってて、もうそっから好きってめっちゃ知ってて、はい、で高校で再会した時にそっからまだ好きだっていうのも本当に逆に本当に中学校でもっとのめり込んでたように好きだったから、はい、だからその今日はそのなんだろう、そのケンディさんの動画見させてもらったんですけど、アイドル系の動画ばっかりだったんで、その今日はそのなんだろう、推しメンを答えていきたい、いただきたいなと思ったんですけど、多分視聴者さんの皆さんも多分気になると思うんですよ。お前ら誰が推し好きなのみたいな、推しメンは誰なのって多分気になると思うので、この場を借りて言いたいと思います、うん、僕の推しメンっていうか、まあ、好きなグループは乃木坂46と欅坂46と HKT48 と、まあ、AKB のグループ全部好きなんですけど、まあ、その中でも特に好きなメンバーをこの場を借りて発表したいなと思います。よっ、僕は乃木坂46では西野七瀬ちゃんと白石麻衣ちゃんと斉藤飛鳥ちゃんがすごい好きなんですよ。まあ、これはもう乃木坂で言ったらもうすごいメンバーで、うん、もう三大メンバーぐらいね、もうね、人気なメンバー、人気なメンバーね。黄昏様はアイドルあんまり詳しくないんですけど、それでも知ってるぐらいの感じなんですよ。でやっぱ自分の一番好きなのは西野七瀬ちゃんが一番好きですもん。やっぱ皆さん好きな人分かると思うんですけど、癒されるんですよ、本当に癒されるんです、はいはいはい、で自分が疲れた時とかきつい時にすごい見ると、うん、顔とかを見るとすごい癒されて、うん、頑張れるなみたいな感じで思いますね。で欅坂46だったら、うん、長濱ねるちゃんが一番好きですかね。知らんね、俺は全く知らん。写真集で結構有名だったんですけどね。あ、そうだちょ、はい、で HKT48 だったら、うん、サッシーと花ちゃんです、うん、松岡花ちゃんっていう。サッシーはわかる、推しメンが好きですね。もう一人の人はわからん、好きですね。へえー、そうやっちゃう、はい、これをこのメンバーを常にこれからも応援していきたいなと思います。頑張ってください。はい、頑張ってください。頑張ってください。じゃあ次は僕の質問、うん、ケンティね、はい、僕は今後の目標とか夢とかはありますか。うんうん、あ、なるほど。今後か、まあさっきも言ったんですけど、僕はもう卒業、高校卒業近くて、その卒業したら就職がもう決まってて、就職はその熊本の方に行くんですけど、でまあその目標というより夢なんですけど、その僕の夢はまあその今 YouTube 撮ってるのもあるんですけど、まあそれはケンティから誘ってきたんで、はい、撮ってるあれなんですけど、その YouTuber にもなりたいっていうのもありますし、はい、声優さんにもなりたいし、よく言えばもう何だろう、俳優さんにもなりたいんですよ。でそこの中で一番なりたいと思ってるのが声優さんなんですよね、うん、でまあその声優になりたいと思ったきっかけが、はい、そのアニメ その声真似、アニメとか、まあ その、まあ、そういう系の声真似をやったら、その友達がめっちゃ似てるとか言ってもらって、そこからちょっとね、ちょっと練習してもう一回その友達にその言ったらとか、その見せたら、あ、さらに似てるとか言われて、そこでその声優になりたいなって思って、だからもう今後の、まあ、夢は声優とかなんですけど、目標はその熊本に就職するんですけど、そこでしっかりお金貯めて東京に行って、まあ、その声優の専門学校に入って、まあ、できたら、まあ、その声優の仕事に携われたいなと
ですね、そういう感じです。がその僕の将来の目標とか夢ですね。すごいいい夢ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあこれは本当叶うかどうかわからないんですけど。やっぱ挑戦することは大事ですか。まあまあ、うんうんうん。まあこれはまあいつ僕も挑戦するかまだわかんないんですけど、まあ一応今後の目標とか夢なんで、はい、まあそういう感じですね。はい、じゃあ次まあこれが最後の質問。これが最後の質問、ね。うんうん、最後の質問なんですけど、はい、まあ本当変わらないんですけど質問は、はい、同じ質問なんですけど。ケンディさんの今後の目標で、ね、あー、決めです、うん、と、もう一つここに付け加えたいのはそのどうして YouTube を始めようと思ったのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、あ、まあ、まず今後の夢と目標からお願いします。はい、今後の目標とか夢っていうのは僕、はい、学校の教員になることが僕の夢なんですね。おで、おすごい、まあ、教員になることが夢なんですけど、まあ、結構僕もともと中学校とか小学校の時勉強できなかったんですよ。勉強苦手だったんですけど、まあ、高校生になってあることをきっかけに勉強したんですよ。でそこから、まあ、勉強が好きになって、そこから勉強がのめり込んでなって、うん、のめり込んですごい勉強っていいなって、勉強楽しいなって思えたきっかけなんですよ。すげえ、俺今でも勉強大嫌いマジでしたくない。勉強するやったらバドした方がいいよね俺マジで。もうえやっぱそれをこの YouTube っていうのを通して、僕の動画をきっかけに一人でも勉強に対する苦手意識を一人でも減らしてほしい、減らしたいっていうのがあるんですね。やっぱ減らしていい、うん、勉強とか出した？まだ出してないですけど、これから出していく。出してないよ。これから出していく。まあ、出していくのね。オッケー。言ったからね。はい、出します。今視聴者さんに言ったからね。言いました。言いました。まあ、もう一回。勉強の動画これから出します。オッケーオッケーオッケー。皆さんね、今聞いたね、聞いたね、言ったからね、言ったからね、勉強の動画出します。はい、はい、で、やっぱ僕、中学校2年生とか3年生の時に、僕が YouTube で勉強が分からないなって思った時に、まあ、多分、黄昏さんは知らないと思いますけど、ハイジさんっていう YouTuber さんがいるんですね。その方は、まあ、勉強系の動画を出す YouTuber出してる人で、その動画を見たときに、それこの授業をする動画なんですけど、それを見たときに、なんて分かりやすい授業なんだと思って、すんげえ分かりやすくて、そっから勉強っていうのがちょっと、いや本当はやりたくなかったけど、やってみようかなっていう気にはなりました。そうだから本当にその方の動画は本当にみんな今の中高小学生とか中学生にぜひ見てほしいなと思います。運命の出会ったっちね。だから僕もそういう風になりたいっていうのがありますね。おで、自分の、まあ、自分が YouTube を始めようと思ったきっかけは、まあ、ハイジさんっていうのもあるんですけど、これは言ったら、まあ、伏せても大丈夫ですかね。伏せても大丈夫ですか、ね、いいんじゃない。ある方が、まあ、そこは自分で考えて、はい、ある方が、まあ、勉強系の動画を出してたんですよ。でそれを出した時に、それを見た時にすごいその動画が共感できて、お互い共感ができて、俺もこうだなみたいな、俺もこういう考え持ってるな、そこからまあ勉強に対する苦手意識はなくなったかなと思って、まあこの人もやってるから俺もやりたい、動画で勉強系の動画とかもこれから出していきたいっていうのが思ったのがまあきっかけですね、 YouTube を始めようで。結局アイドルしか出してないと。結局アイドルしか出してないですけど、今ですね。何してるんだ。これから本当に、ね、出していこうと思ってるので。本当に。はい。では、はい、もうそろそろ動画を終わりたいと思います。うん、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。バイチャー。